液状回数です。今回は液状化アイスでございます。はい、思い込みによってこれはガリガリ君だろみたいな、あ、うん、思ってると思うんで液状化したアイスを、まあ、飲みまして、あ、そのアイスを当てられるかというね。なるほど、はい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 。それは口だけ、それとも視覚は使っていいの？色とかでやっぱ水色だってやっぱガリガリ君になっちゃうんで、ね、ちょっと色はなしで、はい、口だけで。あ、じゃあ目をつぶってって感じか。はい、そうですね。お前がそうですねってことでですね、はるきくんにアイスを買ってきてもらったので、はい、僕たちは目隠ししまして、はい、味覚だけで当てていきたいと思います。はい、まあ、昨日ねアイスを買ってきたんですけど、はい、もう楽でした。作業はアイス買ってタッパーに移して放置するだけだったんで。あ、そうですね、過去一準備楽でした ね。 そ、 ね。それでは今回は液状回数です。やっていきましょう。はい、目をつぶってください。はい、1問目こちらです。じゃあもちくんからいきます。はい、液体っていうのが怖い。めくち上げてください。こぼれそう。あー、こぼ、うん、うわ、あんまうん、あー、でもね、食ったことある。はい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 、もう分かりましたよ、僕は。できましたか。はい、はい、それでは、もちくん。白クマ。カイド。スーパータップ。もせ。あずきバー。うそ、いや、ほんとに言ってるよ。これ絶対当たったと思ったんだけど、ね。あずきではなくない？あずき入ってたべ、2粒。いいですか。俺ね、みかん入ってたんですよ。え、はいはいはい。絶対白クマじゃん、この甘さでみかんは。いきます。はい。はい。正解は、白クマ。あーし。あずき？やったー。言ってよ、白クマ食ったことねえ。目をつぶってください。はい、2問目こちらです。うん、頭についちゃった。うん、待って、やばいよ、これ何今の音。あー、はいはいはい、はい、これはもう分かったよ。書けましたか。はい、はい、では、のせくん。そう、回答。練乳かき氷。もっち。そう、正解は、はい、はい、クーリッシュバニラ味。おー、マジか。クーリッシュはなかった。3問目こちらです。これこぼれやすいんで気をつけてください。こぼれやすい、そんなだからまずいもんじゃん。のどちんこ直撃したんだけど目を開けてください。これはもう本当に全員にヒントが均等に行き当たってます。わかった。なんだっけ。そしてこれ知ってる？ちゃんと頭の中の記憶を探っていけば出てきます。いやー、できましたか。はい、じゃあ、カイトくん。つぶつぶアイス。おいおい、つぶつぶアイス。うわぁ、うさいじゃん。いいですか。スイカバー。あー、あれ、あれ、あれ、あるかも。スイカバーになっちゃった。飲まれちゃった、スイカバーです。正解は、スイカバー。あー、言われて気づいた。うわーって思った。これわかんないもんなんだね。いや、わかるよ、これは。4問目、こちらです。何も非正解してないんじゃない。これは分かった、はい、どうぞ。これアイス分かる人かもしれんな。これはめっちゃ分かった。んぇ、のせがバカ舌すぎる説あるな。もちくん。ガリガリくん。そうだ、カイトくん。ガリガリくん。のせくん。ラムネ。飲み物じゃねえかよ。もう分かんないよ。正解は、はい、ガリガリくん。はい、ダメだ、俺もう。目をつぶってください。はい、最終問題こちらです。もちくん、口開けてください。絶対当てる俺。確定したみたいなもんじゃん。頼む、俺が知ってやつ来い。なんかリクに言ってドロドロ感がすごい。はい、どうぞ。安牌です。いきます。はい、はい、じゃあ、のせくん。スーパーカップ。一緒の方。はい、はい、やった。正解は、はい、ハーゲンダッツ。イエーイ。マジかよ。おい、下民だった俺は。